おい、なんかやばいぞ。どうしよう。迷ってる暇はない。今すぐ助けに。はあ！エセル。そうだノア、迷っている暇などない。一気に蹴散らすぞ。本当に手負いか？メイク！無駄な抵抗はよせ。すでに勝敗は決している。おとなしく投降せよ。くどい。このカムナビ、敵の思い通りにはならぬ。あなたの敵はもういないよ。お主は？急に感情が戻って混乱してるんだよね。驚かせてごめんなさい。皆さんも武器を収めてください。ミオちゃん大丈夫。カムナビは無防備な相手を攻撃しない。なぜそう言い切れる？あなたの戦道はそんなところにないと思うから。大した度胸だ。俺に用があるのだろ？話を聞こう。結論から言おう。僕たちとシティへ来てほしい。シティ？どこのコロニーだ？コロニーっていうか、なんていうか特別な場所だ。ここよりは安全を保証できる。もちろん不当に拘束したり何かを強要する意図はない。ではなぜ俺に関わる？お主たちの望みは何だ？あなたがあなたらしく生きること。俺らしく？思うまま生きるという道を俺たちに教えてくれた人がいた。だからあなたには自由であってほしいんだ。自由？カムナビ！気にするな。少しうずいただけだ。もしかしてまだミヤビちゃんの影響が？いや、これは生まれつきだ。見えぬということ以外大事はない。王と戦った時のかもしれない。あの痛みと引き換えにカムナビは自由を勝ち得た。もしかしたら今も。エセル！
ふう、ずいぶんと無茶をする。お主、怪我はないか？お主、どこかでどうかしたのか？いや、見えぬというだけだ。それより、カムナビ、グレンのカムナビ、エセル、わかるのか？私はどこかに行かねばと。どうして？無理しないで、ゆっくり見つけていこう。私たちも一緒にいるから。